緑の画用紙をハートに切ってクローバーを作りました。ハートの型紙はコメントの URL からダウンロードすることができます。 A4 サイズにプリントアウトして余分な部分を切り取ります。これを八つ切りの色画用紙を半分に折ったものに重ねてホッチキスで留めます。こうして切っていくと画用紙が無駄なく使えます。大まかに切り分けたら一つずつ切り離していきましょう。半分に折って白い模様を描いていきます。クレヨンをしっかりと押し付けて濃くはっきりと描きましょう。四つ葉のクローバーにする場合はこれを4枚使います。裏返して尖っている部分を真ん中に集めるように置きます。そして裏からセロテープで貼ります。三つ葉の場合はハートを3つをこんな風に置きます。同じように裏側からセロテープで留めます。これで三つ葉と四つ葉ができました。今度は茎の部分です。画用紙の端の余った部分を使います。少しカーブさせるように切り取ります。これを葉っぱと組み合わせていきます。細い方を葉っぱと葉っぱの間に貼ります。四つ葉も同じようにして貼ります。これで完成です。このまま使ってもいいですが、ラミネートして使うこともできます。また、画用紙に糊で直接貼っていっても同じようにして作ることができます。いろいろな使い方を工夫してみてください。